1795年8月22日の海戦は、フランス革命戦争中に、イギリス海軍の4隻のフリゲートからなる船体と、バタビア共和国海軍の2隻のフリゲートと1隻のカッターによる小規模な海戦である。この海戦が行われたのは、ノルウェー沿岸の島である、エーゲローヤの沖で、その当時ノルウェーは、デンマークの支配下にあり、エーラン双方とも、 バルト海への海上輸送経路を守るためのための戦いであった。この戦いは、その年の1月に、フランス第一共和制の軍が、ネーデルラント共和国を征服した後、春になって、イギリスの海軍本部がバタビアの商船を阻止するために海軍に命じたもので、双方の戦線布告なしで行われた。イギリスのフリーゲート戦隊の指揮官は、ジェームズ・アルムズであった。 アルムズは1795年に、スカゲラク海峡の入り口を巡回していて、ノルウェー沿岸の北に3隻の艦を発見した。その間が何であるかを確かめるべく、近寄ったところ、2隻のフリゲートと1隻のカッターから、なるバタビアの船体であることが分かった。自分たちよりも大きなイギリス船体に直面して、バタビア船体は向きを変え、ノルウェーの沿岸を南東に逃げた。 イギリス戦隊は南の方向からオランダ戦隊に接近し、オランダ戦隊を中立国デンマークの支配下にあるノルウェーから離岸させようと苦心した。16時15分、イギリス戦隊の先頭にいたスタックがオランダ戦隊最後尾のアリアンテに追いついて交戦した。スタック以外のイギリス艦はオランダ戦隊の追跡を続けた。アリアンテは1時間ほどは力でよりまさる。 スタック相手に持ちこたえたが、結局降伏を余儀なくされた。オランダ艦隊の他の艦は、フリゲートアルホが、光栄で激しく戦ったおかげで、エーゲローヤの安全な港にたどり着けた。スカゲラク海峡周辺の地図、西に北海、南がユトランド半島。1794年から1795年の冬、フランス陸軍は、ネーデルラント共和国へと侵略し、 この国を属国としてバタビア共和国と名前を変えさせた。バタビアはもともとフランス革命戦争の出発点となった第一次大仏大同盟に一員として組み込まれていて北部ヨーロッパで一番近い同盟国にあるのはイギリスだった。イギリスの海軍本部はフランスの侵略がオランダで展開していること。とりわけオランダ海軍が凍結した冬の停泊地に行ったところを フランスの騎兵隊に奪われたことに不安を覚え、イギリス海軍にバタビアの商船や軍艦を交流するように命じた。結果としてバタビア共和国とイギリスは1795年4月に戦線布告をしないまま交戦となった。バタビア艦隊が見せた脅威に応えるべく、海軍本部は対抗勢力として新しい艦隊を創設した。この艦隊は 北海艦隊と名付けられ、本拠地はイーストアングリアのグレートヤーマスで、老朽艦や強さに劣るに等級の艦で、主に構成されていて、指揮艦はアダムダンカンだった。ダンカンはまた多くのフリーゲートを与えられていた。このフリーゲートはバルト海の輸送経路の安全を確保。イギリス海軍の主要物資はスカンジナビアで補充され、バルト海と北海を通る輸送経路は、 艦の整備に大きな役割を果たしていた。1795年8月8日、そういう船体の一つがダウンズを出港した。この船体は北海東部のスカゲラクの入り口沖を航行するように指示を受けており、4隻で構成されていた。その4隻とは、ジェームズ・アルムズ艦長の36門艦、リユニオン、ジョセフ・シドニー・ヨーク艦長の32門艦スタック、 ロバート・ワトソン艦長の50門艦アイシス、そしてチャールズ・ホワイト艦長の28門艦ベスタルだった。スカンジナビアの海上輸送経路はバタビア海軍にとっても等しく重要だった。また、自国の商船をイギリスの攻撃から守るため、バタビア共和国の当局はこの海域にフリーゲート船体を派遣していた。この船体は36門艦、アリアンテとアルホ。 そして16門カッターの古くハイトから構成されていた。1795年8月22日の午後、バタビア船体はノルウェー沿岸部を南東に航海していた。その当時ここはデンマーク領で港に向けて植えて回しで航海していたところ、スタックの艦長ジョセフシドニー,ークイギリス艦隊よりも艦の数が少ないためバタビア船体は デンマーク領ノルウェーの中立港エーゲルをやえ、避難するべく、ノルウェー岸に沿って方をさらに広げた。バタビア船体が北へ向かうのが見えたアルムズは、船体にバタビア船体を追跡するように命じ、間もなく一番速度のマサル、スタックが順風を利用して他の艦の先頭に立ち、16時15分にバタビア船体の最後尾にいたアリアンテを、両艦から切り離すことに成功した。 36門艦のアリアンテは32門のスタックよりも強かったが、アリアンテの主な大砲は、スタックの18ポンド砲に対して12ポンド砲であった。この状況に近くまで来ている他のイギリス艦が加わるということは、海軍士屋のウィリアム・ジェームズによれば、アリアンテには最初から勝てるチャンスはなかった。自らの勝ち目のなさにもかかわらず、バタビアの指揮官は、 スタックと交戦し、艦長のヨークはアリアンテに時間を横付けし、スタックは片厳正者をアリアンテに浴びせた。その1時間後、かつ見込みのない状況下で、しかも数的に劣勢で、艦にかなりの損害を受けたバタビアの指揮官は17時15分に降伏した。スタックとアリアンテが差しで勝負する一方で、その他の場所でも戦いが続いていて、 オランダの戦隊がノルウェー沿岸を東に前進し、イギリス戦隊がエーゲローヤとデンマークの影響下にあるため、バタビア戦隊が避難できるノルウェー岸との間の海峡からバタビア戦隊を引き離そうとしていた。古くヘイトは素早く敵から逃げ去ったが、アルホはそれよりも遅く、リユニオンとアイシスの距離はあるが激しい砲撃を受け、同じように砲撃を返した。アルホは その後24ポンド砲の砲撃を30も受けており、ほと偽装がボロボロになっていて、大がかりな修理が必要だった。結局バタビアの逃げへのこだわりが功を奏し、フルクヘイトとアルホはアルムズの阻止が届かないうちにエーゲロオヤの中立校に逃げ込んだ。アルムズは打歩したアリアンテをスタックの会員、パトリックと任を指揮官にしてイギリスへ運ばせ、海軍本部に リユニオンの会議、ウィリアム・ハゲルを特使として送った。アルムズ自身は、船体と共に海に留まって、巡回の任務を終えた。イギリスの損害は、スタックでの4人の戦士と13人の負傷をはじめ、リユニオンで1人が戦士、3人が負傷、そしてアイシスでは2人が負傷した。ベスタルのみが、損害も損傷も受けなかった。戦闘中のバタビア船体の損害については、 アルムズによるアリアンテの記録がないため分かっていない。海軍本部の報告書におけるアリアンテの記載漏れについては、ジェームズがアルムズを怠惰であると批判している。また、追跡を受けていたアルホに戦死者が2人、そして負傷者が15人いたことは分かっている。逃げをせたバタビア艦はエーゲローヤの水路に闘病し、1796年の春までそこにいて、 その後守備よくバタビアに戻ることができた。アリアンテはその後スピットヘッドに送られてイギリス海軍に買い取られアライアンスとなった。この賞金はイギリス海軍の上院のものとなり彼らの間で当分されたがアイシスの水兵のみが240ポンドを手にした。それから後もダンカンの艦隊は北海の輸送経路をオランダ襲撃隊の略奪行為から非常にうまく 守り抜き、1797年、キャンパーダウンの海戦で、バタビア艦隊に壊滅的な敗北を負わせることになった。ありがとうございます。